ベルビュースクウェア内観、マクラサフトストア隣接する、ベルビュースクウェアとリンカーンスクウェアベルビュースクウェアは、アメリカ合衆国のワシントン州、ベルビューにある、ショッピングモール。リンカーンスクウェア、ベルビュープレイスと合わせて、施設全体を、ベルビューコレクションと呼ぶこともある。ノードストローム、メーシーズ、jc ペニーの3つの百貨店を各テナントとし、ティファニーやヒューゴボス、 アルマーニエクスチェンジ等のハイブランドや、レゴ、ビクトリアノックス、マイクロソフトストア、テスラモーターズショールーム等の特殊な店舗を含めた約180の店舗で構成されている。また、コンシェルジュサービスやバレットパーキング、子供用のプレイエリア等のサービスが提供されている。通常のパーキングスペースは無料で提供されている。年間来客数は約2200万人。 1>, 1スクエアフットあたりの売上高は年間で853ドルであり、これは全米平均の約2倍である。ベルビュースクエアは1946年にベルビューショッピングスクエアという名前でシアトルを拠点としたフレデリックネルソンの子会社であるマーシャルフィールド &CO による開発で初めて郊外住宅地に開業したショッピングモールである。 数年後モールの名前は、現在の名前である、ベルビュー・スクウェアへと縮められ、1955年には、JC ・ペニーが出展し、1958年には、当時はまだ地方の靴屋であったノードストロームが、ノードストロームベストという名前で出展した。1980年代に入ると、元々の開発者の息子であるケンパー、フリーマンの主導によりモールはさらに拡張を続け、 1984年には、シアトル資本の百貨店であったザボン・マーシーが開業した。1992年には、フレデリック・ネルソンが倒産したことと、サックス・フィフス・アベニューの誘致に失敗したことで、各テナント用に確保していたスペースは、モール内の店舗としてテナントに貸し出されることとなった。1994年にザボン・マーシーは、 ザ・ボン・マーシー・ホームストアを別のスペースに開業し、ノードストロームは店舗スペースを拡張した。2003年にはザ・ボン・マーシーがメイシーズ参加となったことを受けその名称をボン・メイシーズへと変更し、2005年にはメイシーズへと変更された。2007年にはこれもまたケンパー・フリーマンが管理する施設である。 リンカーンスクエアとスカイブリッジと呼ばれる橋で接続されショッピングモールとしての回遊性を増した。2013年にケンパー・フリーマンは12億ドルを投資してベルビューコレクションをさらに拡張することを発表した。この拡張により18万6千平方メートルの延べ床面積が追加され約3万5千平方メートルを商店や飲食店等の商業施設として 約6万5000平方メートルがオフィススペースとして残りが250室以上を備えるホテルや約500室を備える居住用施設として利用される予定である。また地下6階建ての駐車場が2つ建設され新たに計3700台分の駐車スペースが提供される予定である。ベルビューェアは現在でもケンパーフリーマンとその家族が所有しており、 全米でも数少ない不動産投資法人に一度も所有されたことのないショッピングモールである。ありがとうございます。